はい、どうもお疲れ様です。今回はガソリン代がすごく安くなるというね、あの例のドリーム燃料について検索して、そのドリーム燃料の燃料生成装置を作ってる会社に迫ってみようかと思います。はい、えー、ドリーム燃料っていうのはね、この前もお話し,しましたけども、京都大学の今中教授が発明して、 大阪市が実証実験でタッグを組んで世に送り出そうとしているもので、2040年にはマーケットに乗るんではないかなというふうなあお話でございます。で、当然ですけどもね、そのガソリンを生成するような発想があっても、その機械を作らなければ実現しませんが、その機械はもうすでに何台も作られております。で、実際にね、あの月間で、えー、レンタル料50万円でビジネスにもなってるわけですよ。いや、私も借りてですね、近くで 簡易ガソリンスタンドやりたいなっていうふうにすぐ思っちゃいますけどもねさあでもその装置どの会社が作ってるんでしょうかここにあります株式会社 IT 技研というところがね作ってるそうですね、えー、その中で、えー、関連する質問ドリーム燃料とは何ですかってありますんでこれクリックしてみますドリーム燃料、えー、炭酸ガスと水から石油を生成することに成功しました、えー、常温常圧で、えー、効率的に石油を化学合成 しかも燃焼後に、えー、硫黄酸化物や窒素酸化物が出ません有害物質出ないというねクリーンエネルギー生産できる石油は軽油は重油など様々それをドリーム燃料ドリーム重油総称ドリーム燃料と呼んでますということでこのようにねもう実際にあるということなんですよねでドリーム燃料のエネルギーは何ですかね、えー、これですよ、うん、水と炭酸ガスの他に、えー、主となる 石油。原油が必要です。だから、ちょっとした種銭となる石油はいるんですよ。で、その石油があれば、そこからどん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 拡散していくって感じですよね。なんかヨーグルトの作り方に似てますね。はい。ドリーム燃料は誰が作ったのですかぐらいまで言ってみましょうか。はい。京都大学の名誉教授でございます。今中教授ですよね。そういうふうに書いてますね。はい。じゃあ実際に機械を作ってる会社、ここをクリックしてみますよ。はい。お。 あ、こういうところですね。はい。心からお詫びと書いてます。何でしょうか。11月24日の見学会は中心させていただきますということですね。これは何の見学会だろう。うん。はい。えー、日本産業機械工業会から我が社のドリーム燃料製造装置が中小企業等経営強化法に基づく支援処置活用の対象であるとの認定を受けました。これ明るいニュースですね。これは経済産業省中小企業庁や 財務省国税庁の管轄に処する措置となりますということですいいじゃないですか、まあ、国ももう意識し始めてこれを広げていこうってことですよね、えー、公式サイトにはこうやって動画もついてますんでねご覧いただきたいと思います炭酸ガスと水で石油を生産できるって書いてますね総発熱量は市販石油とほぼ同じということで、まあ、今私たちがガソリンスタンドで入れてるうガソリンと、まあ、同じということですね で、ランニングコストが安いよってことです。これがだから1リットルね、10円とか14円で作れるみたいですね。軽油も重油もできると。燃焼後に窒素酸化物や硫黄酸化物を出さないというね。何も出ないんですよ、だから有害物質。もう太陽光パネルもいりませんよ。ビジネス競争力の向上、ドリーム燃料により、トラックや船などの燃料費の削減、また火力発電にも利用されれば、将来的に電気代も安くなることが期待できます。 これはビジネス競争力のベースアップ。引いては国際競争力も高めます。まさにその通りですよね。すごいじゃないですか。うん、これね、えー、この会社の IT 意見のサイト URL、概要欄に載てときますからね。会社案内ということで出てます。あ、今中教授だ。今中教授が作ったんだ。えぇ、ー。すごいですね。早速会社作ったんですね。あ、もうこれね、メディアに載ったやつですね。これはね。 ニュースになりましたよってことが結構出てます。はい。事業紹介いろいろありますね。これも後で見てみようかな。お問い合わせと、えー、南極情報ということでございます。いや、すごいね。うん。事業紹介。ドリーム燃料生成装置。うん、石油生成装置。 簡単なホームページですけども、それだけに分かりやすいです。あの、10分もあれば、サイトを全部いっちゃいますよ。あ,あ、これいいですね。これからね、運送会社、バス協会、船会社、漁協などに、ドリーム燃料はつけてくださいよってことです。いや、私もね、こういった会社に燃料を供給する専属会社を作りたいですね。作ろうかな、すぐにね。 これ、コロン燃料扱うのになんか資格がいるんですかね危険物を押すとか。うん。まあでもこんな感じでございます。皆さん、ドリブ燃料に注目です。